スザンヌ・ラシェル・フロール・ランランは、フランス・パリ出身の女子テニス選手。第一次世界大戦後、1920年代前半の女子テニス界に君臨し、テニス競技を確立した往年の名選手の一人である。ランランはフランスが生んだ最大のスポーツ選手であり、今なお、フランスでテニスの女神として敬愛されている。聖の本国での発音は、ラングレンに近い。 プレイ中のランランスザンヌランランは幼少時にあまりにも病弱な子供だったことから父親が娘の健康増進のためにテニスを進めたという11歳の頃から父親のコーチを受けたランランは15歳になる頃には一人前の技量を身につけていた15歳の時ランランは1914年の全仏選手権混合ダブルスでマックス・デキュジスとペアを組んで 初優勝を果たした。この後第一次世界大戦が勃発し、テニスのトーナメントも戦争のため開催中止を余儀なくされたが、ランランのテニス経歴は終戦後に開花する。ランランの出発点は1919 19年のウィンブルドン初優勝であった。この決勝戦でランランはウィンブルドンに過去7度の優勝を誇るドロテアダグラス・チェンバースと対戦した。 40歳を迎えていた対戦相手との10から8、4から6、9から7に及ぶ歴史的な激戦を制し、ランランはウィンブルドン初優勝を達成する。それから同選手権では大会後連覇を達成した。1924年に優勝を逃したのは病気のため4回戦の試合終了後に棄権したことによる。それから1925年に6度目の優勝を 達成。ウィンブルドン6勝は、ビリー・ジーン・キング・夫人と並ぶ、歴代5位大記録である。ウィンブルドン選手権の女子ダブルスでは、エリザベス・ライアンとペアを組み、ここでも1919 19年から1923年、1925年に優勝した。混合ダブルスは1920年と1925年に優勝がある。地元の全仏選手権でも、 1920年から1926年の間に女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門すべてで優勝し、通算6勝を挙げている。しかし、当時の全仏選手権はフランス人選手のみに出場資格が限定されていた。同選手権は1925年から現在のような国際大会となった。ランランの最初の4勝は、 フランス人選手のみの時代、あとの2勝は国際大会としての優勝として区分される。そのため、ランランの全仏選手権6勝は現在の女子テニス界の公認記録から除外されることになった。現在の全仏オープン女子シングルスの最多優勝記録は通算7勝を挙げたクリス・エバートである。6勝を挙げたシテフィグラフは大会単独2位記録として数えられ、 五勝のマーガレット・スミス・コート夫人が歴代3位に位置する。ランナンは1920年のアントワープ五輪でも女子シングルスと混合ダブルスの2部門で金メダルを獲得した。女子シングルス決勝ではイギリス代表のドロシー・ホルマンを6から3、6から0で圧倒している。混合ダブルスではマックス・デキュジスとペアを組み、決勝でイギリスのマックス・ウズナム キティマッケイン組を6から4、6から2で破ったが、エリザベス・ダイアンとペアを組んだ女子ダブルスでは、銅メダル止まりであった。1921年の全米選手権は、ランランのテニス人生で最も辛い出来事だった。ノルウェー人選手のモーラ・マロリーと2回戦の対戦中、第1セットを2から6で落とした、ランランは、試合中に咳込み、泣き出してしまったのである。 そして試合続行不可能を宣言し、危険となった。それ以後、ランランはもう二度と全米選手権でプレーすることはなかった。これは、ランランが1926年にプロ転校するまでのアマチュア選手としての経歴を通じて唯一の敗北となる。マロリーに対しては、翌1922年のウィンブルドン決勝戦において、6から2、6から0で雪辱を果たした。 1926年2月16日、フランスのカンヌにあるカールトンテニスクラブでランランとヘレン・ウィルスの試合が実現する。共に無敵の二人の試合を見ようと、会場には4000人の観客が詰めかけるセンセーションを巻き起こした。二人は期待にたわない世紀の名勝負を繰り広げ、先輩のランランが6から3、8から6で勝利を収めた。 1926年7月、ランランは世界で最初のプロテニス選手になった。工業としてのプロテニスを創設するため、スポンサーとなった CEC パイル社によるプロ選手契約書に署名した世界最初のプロテニス選手たちの顔ぶれは以下の通りである。フランスのスザンヌ・ランラン、ポール・フェレー、アメリカのヴィンセント・リチャーズ、ハワード・キンゼー、ハーベース・ノット・グラス、 メアリー・ブラウンの6名が1926年の冬から1927年にかけて北アメリカで行われた史上初のプロテニスツアーに参加した。世界初の女子プロテニス選手となったランランとブラウンの興業試合はランランの38戦全勝に終わった。その後は南アメリカを旅行し、後にテニススクールを開校したが、 1938年7月4日に白血病のため39歳で死去した。亡くなる数日前に視力を失っている。パリ北欧のサントアンの墓地に埋葬された。全仏オープンの会場であるスタットローラン・ギャロスには、ランランの名前を冠したスザンヌ・ランランコートがセンターコートに隣接している。同大会の女子シングルス優勝カップにも、 スザンヌランランカップの名前がある。ありがとうございます。